この夏、東かがわ市に新たな観光施設が誕生します。名前は馬宿蒸留所。地元名産のあるものを無駄なく使って作られるラム酒の製造工程が見学できる施設です。ここからこっちが製造のエリアになります。この辺にまあメインの蒸留機がドンと座って、まあ、見学のエリアになるんですけど、かつては JA の集荷場だった建物の改装工事が進められています。美馬産業が東かがわ市に建設を進める馬宿蒸留所です。ラム酒の製造過程を見学できる新たな観光施設にという取り組みです。地産物でお酒を作ってて、こう一つのサイクルをこう、まあ、学んでいただけるような、まあ、そういう、 こう観光一体型の施設、まあ、ラム酒っていうのがこの地域だからこそできるお酒みたいな。美馬産業が製造しているラム酒、原料にはこれまでほとんどが廃棄されていたあるものが使われています。ラム酒の原料がこちら、甘いです。実はこれ讃岐名産の和三盆を作るときに出る糖蜜なんです。東かがわ市伝統の和三盆、サトウキビから作られた白下糖を白くする研ぎという過程で出るのが大量の糖蜜です。これまではほとんどが廃棄されていましたが、その糖蜜を発酵させ蒸留してラム酒を作りました。これだけ美味しいものがそのミスミスというか、まあ、最終的には廃棄されてるっていう現実を、まあ、それを聞いた時に、あ、じゃあこれを使ってでラムを作れないだろうか。出来上がったラム酒は和三盆のようなまろやかな優しい味わいとすぐに完売する人気商品に。建設中の馬宿蒸留所では年間6000リットルほど製造する予定で、和三盆とラム酒をつなぐストーリーが見学できます。あ、和三盆って香川なんだとか、なんで和三盆からラムなのとか、まあ、知らなきゃ多分そういう風なリアクションになると思うんですけど、まあ、実はそれは全てつながってて、もう必然性のある組み合わせなんだよっていうところをこううまく伝えていけたらなと思って。和三盆から生まれたラム酒はどんな味なのか、実際に味わって確かめることもできる馬宿蒸留所はこの夏オープンする予定です。